リハーストです、ね、先ほどねインスタライブもさせていただいたんですけど、はい、そこから見てくださる方ねありがとうございます。ありがとうございます。いよいよね僕たち新曲の、はい、バイグッバイ、はい、MV 公開まであと15分と。わーおいしい。いやもう14分です厳密には。14分です、すいません、はい、14分です。やばいよ。情報をお伝えしないで。あ、ごめんなさい。うん、お、怖い。失礼します。はい、緊張、楽しみなど、心境どうぞ、心境どうぞ、両機会。いや、心境変わってないです。どれやなんで、どれやねん。なにここまで、ここまで来てくれるんで。素晴らしい。なら、違うの返してくれるかな。緊張は変わってます。僕、伸びてます。嘘ついてない。嘘ついてない。え、マラトの心境どうなの、変化したの。心境は変わってないです。いや、身長って言えよ。びっくりした、俺が今。裏切り。裏切り。このまま、あれ、このまま MV に行けるんでしたっけ、これ見てると。そうです、そうです。だから、皆さん、止めて、なんか、しゃなんかこういうこととか、いろいろ難しいことはしなくて大丈夫なので、まあ、このまま行けるんですね。画面は、画面は、そうなんです。プレミア公開に移るらしい。そう、ハイテクノロジー。ハイテクノロジー。そのまま行けるんだ。ハイテクノロジー。どうですか、ソウト君、緊張してますか。いやこれ緊張しますよ。だって海が変わる瞬間ですから。変わるんですか。どう変わるんですか。海がどう変わるんですか。すごい変わるんだ。あ、でも確かにいい意味で、いい意味で皆さんの運命がこう、人生がにいい刺激を与えられる。そう、確かに。あ、それこそ言うならば、さよならっていう言葉をもっとポジティブに取られる方がいっぱい出てくる。そう、そういうこと。そういうことなんですよ。こんな、俺さっきのテンション引き取るな。素晴らしいよ、素晴らしいよ、みんな。バイグッバイのいいとこ伝えなきゃいけないんだから。そう、伝えよう。あ、そう、あと今回さ、BE:FIRST 衣装、新曲のパステルカラーですよね。はい、どうだった、着てみた感想とか。だって今まで結構ほら、モノトーンの色でね、結構多かったから。明るいよね。ね、髪とかもね、ビジュアルとかそうだけど、パステルカラーに結構合わせた感じが多かったけど。もうでも、衣装は全部出てますよね。出てるよね。ニュースだったりね、出てる。マート君のさ、白いセーターめっちゃ可愛かったじゃん。白いセーター、あ、カーディガンか。アニメ。あ、カーディガン。あ、全部ね、髪と合ってんだよね、マッチして紫。確かにそうだね。あれ可愛いよね。あと、あれだよね、あの、衣装ね、MV でね、あの、これから配信されるんですけどね、あの、パステルだけじゃないかもしれない。かもしれないよ。かもしれない。かもしれないこと言わないでよ。期待持っちゃうじゃん。あ、そっか。ごめんなさい。1個しかないです。いや、それ生きんだよ。それも生きるじゃん。いや、ほら、一回あれしといた方がね、こう、楽しみが増えますからね。じゃあ、どっちでしょうかって。どっちでしょうかって。1個かもしれないです。1個かもしれないですし。1個かもしれないし。それでいい。それでいい。あとね、僕ね、あのね、僕、ジロン君の衣装めっちゃ好きなんだよ。ありがとう。あ、チェックの。そう、チェックの。あー、セタップね。あれいいよね。ジュノン君とさ、めっちゃスタイルいいからさ、それありがとう。有名に言われるなと思った。ほんとに、ほんやばい、褒め合いが始まってる。どこで謙遜が始まってんの。やめとけ。今やめとけ。あ、なんか、一応なんか一応え、あ、違う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 。なんか、レナモットさん。ね。ですよね。ニコッとしてっていう、ニコッとしてっていう合図ができてますね。はい。テンション抑えて。うん。はい、バイグッバイはね、ジップさんの初のドラマ主題歌ということで、皆さん放送は見ていただけましたか。ぜひね、感想をぜひこちらのコメントに書いてみてください。はい、いやもういいですよね、やっぱりあの朝もその50分からこう流れるじゃないですか。で、最後に自分たちにやっぱ曲が流れてるって、うーってあるじゃないですか。そうだったもんだって。もうびっくりしたよね。だって学校出る前よ。そうだよ。テレビで流れるのすごいよね。嬉しいよ、本当にね。もうなんかよくわかんなくなってくるね。準備して売りすぎてご飯食べようかなって思った時ぐらいにいつも見てた時間。ああ、そっか。だからね、びっくりだよね。実感、なんか驚きがすごいよね。でも今嬉しさと、本当皆さんありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。いやもうね、マッチしてるかな。何ドラマにね、マッチしてるでしょ。めっちゃマッチしてるでしょ。よかったですね。よかったです。でもそれで言うと、あさってですか、ジップさんとスッキリさんに、なんと生パフォーマンス、生パフォーマンスいただきます。ありがとうございます。BE:FIRSTがスタジオに来ることが決定いたしました。ということでね、いやでもそれで言うとですね、本当にMV 今ここから発表、この後本当にあと10分じゃないですか。10分ぐらい、あ、10分、9分ぐらいですか。はい、でじゃないですか。で、まだ僕たち皆さんに、ベスティの皆さんにお伝えしてない情報もいろいろあるじゃないですか。もうこれ言えないです。まあそうですね、情報解禁前なんで。ですけど、まだまだ皆さんがね、あるとかあるとか
楽しんでくれ、個数を言うな、個数を、個数を楽しんでいただけるようないろんなお知らせがね、はい、ありますので、はいはいはい、まだまだ BE:FIRST これだけじゃ終わらないので、ぜひね、皆さん、そう、何かがあることを楽しみに、はい、バイオクッパイの MV だったりとかね、あの曲を聴きながら日々過ごしていただければすごく幸せだなというふうに思っております。はい、マート君、なんかあるの、この次のこのカンペに書いてあるのは。カンペに書いてある、終わっちゃった、これ終わっちゃったんだ。いいじゃん、いいじゃん、じゃあ、いい自由時間。マート1個、なんかじゃあ、うん、なんか話したら、うん、そうだね、バイオクッパイで言うと、うん、なんかこんなこう一つのこう物語に沿ってこうメッセージ性がある楽曲って初めてってなんじゃないかなって言ってて、 MV もまああの番組とかでは少しね出たりしてますけども、うん、結構あの世界観が面白いっていうか、うん、結構一つにずっと沿って、うん、あの物語に沿って、うん、MV がなんかもう一つのなんか本当にまんまなんかドラマじゃないですけど、はい、ね、ビデオになっているので、うん、なんか MV だけでもすごい面白い曲になってるんじゃないかなっていうのはすごい思いますけどね。絶対そうだよね。いや、マジでそう思うな。でもさ、すごいそう思うんだけどさ、その話してる時になんでお前そんな顎しゃくれてんの？なんでさ、顎しゃくれてんの？こうやって。ジュロンがさ、顎しゃくれてる間に5万人の方が、あの、いたらしいの。ありがとうございます。見ていただいてありがとうございます。いや、しゃくれてる最初だよ。ジェイがしゃくれたから5万人来た。あ、なるほど。しゃくれね。ありがとうございます。ジェイが呼んだすぎても、ほんと険しい顔になっちゃった。そうだよ。でも、マナトが言ってくれた通りにさ、結構新しい世界観、面白いよね。そうだよね。なんかさ、色合い的にもさっき話したパステルとかもそうだけどさ、うんうん、それと世界観、まあ、まあ、これからね、MV 見てくださるから分かると思うけど、うん、あ、なるほどね、こういう衣装と、うん、そのなんかこう、MV の雰囲気って、ここでマッチしたんだみたいな、結構伝わるんじゃない？そうだね。そうだね。もう、たくさんね。撮ったもんね。そうだね、言いたいんだけどね、MV がね、言いたい、見てくれないと、本当は言いたいんだよ、そうだね、めちゃくちゃ言いたいんだよ、見どころとか言いたいんだよ、そうだけど、ほら、映画とかドラマもそうだけどさ、ネタバレしちゃうとさ、そうなんだよ、あれじゃん、うん、だからね、うん、そこはもうちょっと、そうだね、終わったらじゃあ、前回もやった、終わったらもう一回やる、インスタライブやってた、いつだっけ、だからインスタライブの時もさ、見てからインスタライブしたよ、終わったらやったよ、1時間ぐらいやるインスタライブ、嘘なのか、嘘なのか、そうか、嘘だって、ジュノどうした。でもさ、すごくない？うん、あと7分でさ、うん、もう世界中で見れるようになる。そうだよね。そうだよね。そうだね。YouTube ってすごいよね。大丈夫、公開されるのに言い残すことないよ。ちょっと待ってよ。カメラみんな。大丈夫？めっちゃ言い残すこと。大丈夫？まず出る前に言い残すこと。もう一回確認していいですか、映像。もう流れるわ。だったらもう流れるわ。でも、本当にあと、ほら、7分20秒ぐらい。いや、6分20秒。大丈夫？なんか言いたいことない？あるでしょ。おお。今後ためるね。緊張する。ああ、なるほど、ね。声にと届かないくらいの届かないくらいの音量で言ったね今ね。おお、ずっと雰囲気展開してんじゃん。雰囲気展開してるから大丈夫。雰囲気展開してる。雰囲気展開してる。さよならをさ、あの最近感じたばっかのさ、うん、もう、ね、学生組がね、2人からちょっとさ、卒業生代表もらおうよ。確かに。りゅうちゃんと、うん、しゅんのすけ。びっくりしたんだけど。びっくりしたわ。しゅんのすけ。しゅんのすけ、俺がりゅうのすけって言ってた。このさ、卒業し、自分が卒業シーズンなのに、このなんか卒業ソング歌ってるのどういう気持ちなの？すごいことだよね。影響で、僕、本当だよ。実は、その、卒業式終わった後に、うん、プッと聞いてみたんだけど、うん、めちゃくちゃエモかった。あ、いいじゃん、めちゃめちゃいい話するじゃん。めちゃいいじゃん。そうです、なかなかできないなんかね。そうだよね、もう早く言って、自分も歌ってるじゃん。最後ならスタートラインっていい、ほんといい言葉なんだな。あー、そうだよ。誰が言ってんの、そこ誰が言ってんの。僕だって。うわー、すみません、言わせてもらってます。よろしくお願いします。いいよね。どう、ジュノ、ジュノじゃねえよ。はい、ジュノです。シュンのすけ、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 どうも、シュンのすけです。初めて見てた、シュンのすけだと思っちゃいました。いや、でもね、うん、いやなんかね、うん、なんだろうね、感慨深いですよね。まあそうだよね。いや、なんかありがたい。いや、本当そうよ。うん、この、なんだろう、もう、まあ、竜兵はさ、まだ、うん、まあもうちょっとさ、10代をさ、うん、あるじゃないですか。
あの確かにまだ高校だからさ、ね、高校生だからさ、ないわけじゃないですか。卒業とか、ああ、そういうことね。確かに、ね、そうだね。って考えるともうね、もう涙が止まらなかったって言いたか、言いたかった。じゃ出てないんだ。じゃ出てないんだ。涙は出てないんだ。涙は出なかったけど、でもいいお別れというか、笑顔でみんなで前向きにはなれた。そうですね。確かに。素晴らしいね。うん。でも、そうだね。なんか羨ましいもん、そんな、そうだね、そんなバッチシな、もちろん卒業するんだっていうのとかさ、いろいろあったけど、あの、もちろん僕らも聞いてましたけど、うん、なんかその自分のさよならソングを聴きながら卒業できるなんて、もう俺らは経験できないわけですよ。そうだね、アーティストとして一番説得力ある。そうだよ、ね、そうだよ、ね、でもなんか一番熱い卒業を迎えてそうじゃないよ、イメージだけど。ああ。熱く大泣きして。あ、泣くよ。寄せ書きとかさ、もうすっごかったでしょ。みんなマジで。めっちゃ最高。ステージ埋め尽くしちゃいそうだね、一人。いや、やばいでしょ。それはもう今日、今日、卒業式の日に、今日はグランドで寝ようぜとか言って、こう。グランドで寝ようぜ。絶対最後まで校舎残ってそうだよね。ああ、でも、後輩に野球部に怒られるんだ。選手ばっかなんですけど。あの、思い返す、やっぱでも思い返すじゃん、その3年間の。いろいろなことで、ね、あのいろんな人に感謝して、でもバイグッバイのその曲を聴きながら、その自分のなんかそう思い出してみたいな、あの、うん、学生生活というか、その時になんかやっぱりなんかまたなんかまた友達に会いたいなっていうふうにも思ったし、だからその友達が今あったらさ、もしかしたらそのお互いの夢が、僕はもうアーティストですけど、もう友達の夢も叶ってるかもしれないし、本当にリリックでいうその夢を超えて会おうに繋がってくるなっていうふうに思ったし。だから本当にそういう卒業として会うのもあれだし、本当にあの1日終わる時のバイバイで明日会うのもそうだけど、そういうなんかいろんなところに日々日常に絶対バイバイっていうのがあるからこそ、あの皆さんどんなその大きい行事じゃなくても絶対皆さんの、 あの日々に絶対寄り添える曲になってると思うので、なんか本当にたくさんの人に聴いていただきたいなっていうふうに思うのでね。ですな、うん、ぜひ皆さんもね、なんかあの SNS とかにこう載せていただいて、あの友達と共有していただいて、なんかそう昔の友達とも、ね、一緒に聞いたりして、こういうことあったねって話すのもすごくいいと思いますし、そう、ね、でも何よりね、あと2分後に MV がね、そうなんだよね、公開されるので、この直前でさ、俺1個だけしょうもない話していい、うん、俺さ、最近久々さ、あの俺母親と喧嘩したの。おあの、うん、俺ジップさんのさ朝ドラ一話すごい楽しみにしてて、うん、あの母親が録画してくれてたから、うん、けど俺仕事でさ夜帰ってきてさ、うん、じゃあちょっとあのお母ちゃんっつって、うん、あのジップのあのドラマ見させてもらっていいって言ったらさ、あ、ちょっとジップさんってさ、そのドラマはさ、うん、あの見たいんだけどさ、うん、あの結構さ、ジップさん自体がさ、あのすごい長いじゃん、うん、だから容量が多くて消しちゃったよって言われたの、うん、俺も悲しくて、俺久々にお母ちゃんと喧嘩しちゃって、うん、俺らのドラマより容量かよ容量取ったって息子より、息子より容量取られた病気です、はい、でTVerで見れますからね。そうなんですよ、はい、そうなんですよ、よくぞ、そうなんですよ、それ見させていただいたんですよ、そうなんです、はい、TVer で見逃した方はもうあと1分配信です、見れますから皆さん見てください、ぜひ僕も TVer で見ました、はい、あ、やばいな、もう1分、あと1分、はい、何ですか、切りました、あ、1人ずつね、一言っていうのは最後の1分で、難しかったんだよな、俺大丈夫か、一言、一言ずつ、そうや、ジュノンから、すぐ、すぐ、あの、僕もあの、なんか悲しい言葉あったらこの曲聴いて自分で元気づけたいと思います、はいはい、もうとにかくヤバヤバソングなんで、はい、ヤバヤバテンションで聴いていただけるといいと思います。はい、もう俺はこのメンバーとはこの曲、このメンバーのためにこの曲は聴きたくないです、つまりお前らとバイバイしたくないってことです。でも僕たちは毎日バイバイしてまた会ってますけどね、はい、僕もベスティとバイバイしたくないです。おお、みんなたくさん聞いてね、たくさん聞いて、バイバイはしないけどバイグッバイは届く、リョーキリョーキあと9秒いけいけいけ、あと見てねー、